なんか動きとかさ、色っぽいよね、風花ちゃんって。ほな、吹かすでーって。色っぽいって思ったけど、表情は今やばかったな。どう見ても。はい、どうも、マリモです。では、今日はスプラトゥーン3、ヒロモド続きやっていきましょう。ということで、ガンガン進めていくぞー。早速、スタートします。芸術、この街の夜景を人はそう呼ぶ。ヘビブロックを使ってゴールしましょう。というわけで、ボールドマーカー使ってスタートしましょう。ヘビブロック、これ確かにボールドマーカーの方が楽そう。やつか、これ、あれだね、少し急がないといかんやつ？もう一つの武器はトライストリンガーだったんだよね。あれ？あれはちょっとね。え？そんだけ？こっち？あー、こっちだね。あれ？お？どうする？これ。え、どういうこと？おやー。おじゃけ落ちてった。え、マジでこれ、あ、あれか、小じゃけ上に乗せちゃうと、吹っ飛んじゃうんか。そういうこと？あ、間違えた。また上行った。せい。もう一回。もう一回行ってこい。あー、なるほどね、なるほどね。それでそんな伸びなかったわけ。そんなことありかい。で、今のうちに、と、いくらの缶詰もゲットして次行きましょう。チェックポイント。なんで伸びないんだろうと思ったら、小じゃけ吹っ飛んでただけか。ヘビブロックの向こう側に発見。そうだ、敵のインクでも短くなっちゃうんでね。そこ気をつけないといけないね。あれ？どう？こじゃけ、行ってこい。で？あと伸びる道こっち？まあでもこれは、こう、あ、おー危ない！危ない！落ちるかと思った。今落ちるかと思った。いくらゲットしつつ、あ、これも取れるよ。なんで俺それ避けたよ。さあ、またこじゃけ。レッツゴー。跳ねろということか。レッツゴー。で、これも遠いから、おいしょっと。ああもう落ちれません。こじゃけ。あれ？こっちに伸びてくんのか。よし、チェックポイント。あ、最終だ。もう落ちないように気をつけようね。こじゃけで、こじゃっこに叩いとこう。そうすれば、あ、じゃあ向こうだ。こじゃけちゃん頑張って。え、なになんかすごいことになったなって今。どういうことですかあなた。というわけで、とりあえずナイス、クリアー。危ねえ。やられた理由が2回とも落下死っていうさ。落下の黒状態だと思います。はい、では続いて線を引く、道ができる、やがて街になる、スイッチオンにしてゴールしましょうというステージですね。線を引くだから、レールかと思ったんだけど違うんだ。レールじゃないんだ。あ、線を引くってそういう感じ？北斎か、パブロ？北斎か。レッツスタート！あー、なるほど。これで走り回ってはいいのね。あ、確かにパブロでやったら難しそうだね。次は本番っぽいねって。インク回復。あ、インク回復のアイテムとかあるんだ。へぇ。で、なんか見れるぞ。あー、そういうこと。一つ順番に塗りにしとく。これさ、絶対さ、時間制限あるでしょ。てか、ウィン30って出てんもんね。暗いけど。30秒の間に引けってことか。レッツゴー。まず最初は簡単な感じだね。インク回復して。危ね。今スイッチを見損なった。あ、危なかった。で、こっち行って。これか。こう来て、こう来て、こう来て。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、タイマーストップ。はい、というわけで一発クリア、ナイスー。ゴールしましょう。あ、インク。インクが切れた。いや、これは楽しいコースだったけど、もうちょっとボリューム欲しかったな。もっとあってもいいと思わない？はい、じゃあ続いて、心を弾むオルタナは今日も元気です。跳ねるものに気をつけてゴールしましょう。跳ねるものに気をつけてどういうこと？さあ、いくつか武器あったけど、おすすめのヒーロー装備でいきましょう。跳ねるものに気をつける。敵か。
危な、思いっきり突っ込んでったら、そういうことか。はあ、キョンシーみたいだね、なんかね。でも、それはそれでもちょっと、こいつらが可愛くなっていいんじゃないかとか思っちゃうけど。上にどんどん登りましょう。おー、びっくりしたびっくりした、前に出てきた。あ、いるいる、また。あ、ちょ。あれあれ鮭次こっち行って。よし、倒して。こいつも倒してと。あいつは段差も飛び越えてくるなって。マジか。あ、てか、これがあったのか。はい、チェックポイント。で、今度跳ねてくるのは弾ですか？こいつは関係ないのか？よいしょ。さあ、登ろう。あれ？あ、こっちか。登った結果がこれでしたと。えい。上の方から来る、注意されたし。あ、ほんとだ、上の方から来る。いや、でも降りてきてくれるんだったらいいよね、楽でね。え？まだ降りてきた。あ、なんかたくさんいる、たくさんいる。たくさんいます。ちょ、危ない危ない危ない。ダメージどんぐらい受けてんだろうね、これ。2発確定で死んじゃう？もしかして。まあでもこれで倒したよね。これ倒しきったよね。上行くよ。せーい。はい、チェック。最終チェック。この先も敵がたっぷりいそうですね。着地さ、疲れてた。着地で倒したのも、ありなんだろうね、危ねえ。本当に上がってくんな、こいつは。でもこれで、ここは OK だよね。あ、その先いんな。ほら、あ、倒した？倒したよね。あ、一体いる。一体いる。一体倒しきってない。危ない。はい、というわけでクリアでーす。いや、着地が意外と役に立ちました。ただもうちょっと綺麗にやったら全部倒せたんじゃない？知らんけど。え、次行くぞ。今度は引き算とは美しさの足し算である。お手本とよく見比べましょう。絵を描けとかそんな感じのやつになるのかな？なんか食ワンダばっかりなんだけど。とりあえずボトルカイザー。え、食ワンダのまたなんか別のことはできますよ的なステージ。左にあるのがお手本ということ？あー。なるほど。ブロックというか箱か。をその通りに破壊しようってことか。あー。左は3段の高さだけ、上じゃね、右側は4段の高さまであるね。そこら辺を見比べながらやっていけばなんとかなりそうですかね。では頑張っていきましょう。これさ、木箱ってさ、食ワンダやったらどうなの？あ、壊れないね。オッケーオッケー。まずここは真ん中の1個だけ残せばいいんだね。下のやつの。え、まずこうでしょ？で、その奥に関しては3段あればいいから、これはもうこのままだね。1箇所こうやって間に出るやつがあるから、それだけ気をつけて、そぎ落としちゃっていいわけだ。とりあえず、こんな感じだね。で、反対側も1個出っ張っていいみたいだから、そっちもやってこうか。で、今度こっち側は？後ろの方確かに複雑だね。一番後ろの列は、一番3段の真ん中を逆に壊しちゃって、上はいらない感じね。その隣のここの列は、真ん中を1段2段だけ伸ばして残してやればいいから、こんな感じか。よし、後ろこんな感じでしょ？で、さらにその前がちょっと複雑っぽくなってて、真ん中だけ3段。なんかあれだね。魚の形みたいになればいいんだね、要はね。で、上の段は見比べると、この立ってるとこだけ残ればいいはずだ。よし、完成しました。やったー、完成ー！職番だー。ゴールします。さっさとゴールしちゃいます。あ、てか、これ完成したの見れるんだ。なんだろう、見たことあるよなーって。これさ、だよね、やっぱイルカだよね。オルタナが私のことです、気づいてくださいって。言ってる。まあいいや、ゴールしちゃいましょう。
え、こういうの楽しいね。こういうさ、なんか作るの楽しい。見本があって作るのが楽しい。見本ないと俺は作れません。さあ次は別のサイトへの近くの入り口。さあ飛び立とう。空に そびえる理想郷へということで、足場に気をつけてゴールしましょう。落ちる系だね、きっとね、これね。さあ、この武器はこんな感じ。まあ、ザップでいこうか。はい、では、レッツゴー。あっと、敵が真下にいるぞ。あ、違う。あ、敵が真下にいたっていうか、そういう感じ。はあ、はあははあ、確かに、探すとこだね。まあ、最悪あれは倒せるわけだね。あの、砲台というか、キラーみたいなやつは。で、あ、それどこか、乗らなきゃいけないのか。なるほど、なるほど。レッツライド。次どこ？あ、そっち。え、これさ、これ倒したくなっちゃうの俺だけ？そういや。これでいいんだよね、きっとね。いやー、待って。それは聞いてないです。敵はその先には聞いてない。まあ、なんとか突破したとこで、また足場が出るんですか？どこに？あ、てか、向こう側に渡ればいいのか。で、こいつだってさ、これ倒せば OK だよね。なるほどな。仕事してるだけなのに倒しちゃった。行き止まり一旦降ります。はいはいはい。で、上がって敵倒して、で、ここはどうなってんの。あ、スイッチがある。そうか、これやると開くのか。なるほどね。で、これで飛んでくるから移れと。はい、最終チェック。で、今度飛んでくるやつは、なるほどね。せーの、前方注意。 OK、 インク回復させて。あれ、もう一回来るよって。これ後ろからさ、今のとこからさ、出直してきたりない？大丈夫。お、危ねあくまで見るのは前方です。あ、痛い。アテンションプリーズ。間もなくゴールに到着します。足元気をつけてお降りください。了解。あ、いくらの缶詰取り損ねました。まあいいや、ゴールしちゃおう。ミッションクリア。さあ、じゃあ今回ボス戦まで行っちゃいましょう。歌に封印された気高き刃、それは扉の先へたどり着きましょうってことでスタートしていきます。いや、広装備、そういえば何も強化してないけど大丈夫。そこの方、お待ちなはれ。いや、来ましたね、風花さん。上品なあんさんにはちょっと似合わへんのちゃうって。上品なのかな。上品なやつがこんな頭してないと思うんだけどな。なんか動きとかさ、色っぽいよね、風花ちゃんと。おいでやす先生。サメ使いなんだ。サメなんだ。ほら、吹かすでーって。色っぽいって思ったけど、表情は今やばかったな。どう見ても。さあ、どういうボスでしょう。おー、危な。今回の新武器ワイパーみたいな攻撃してきたね。うい、避ける。あ、真ん中側は塗っておきたいね。ん、下から来る。おほ、あー、とあれみたいだね、サーモンランのあいつみたいだね。モグラみたいだね。だから多分食べてきたとこにあれ出せばいいんじゃないかな。小邪気出してあげればいいんじゃないかな。小邪気はきっと腹の中から攻撃してくれるはず。え、突っ込むでー。おい、あ、やっぱりあの瞬間にも投げてもいいんだね。口開けてたしね。オッケーオッケー。さあ、食われたよ。あ、やっぱそうなるよね。打ち上げられたチャンス。いや、チャンスはチャンスなんだけどさ。ん、倒しきらん。あ、でも蓄積したダメージは残ってるから大丈夫だね。はい、オッケーオッケー。あ、ちょ、先生って。先生、大ダメージですよ。あ、でも倒しきれねえ。威力と連射が足らんのか。さあ、モグラですよ、モグラ。
えい、ふうかちゃん怒ってきたね。いいねー、やっと第一段階目撃破。先生、先生働かされる。ピッチよしを来たってや。さあ、うつほちゃんの時もね、第一段階は別に無強化でも全く問題なかったと思うんだけど、おっとっと、ちゃんと見てないと。第二段階あたりからどうかだよね。まあでも、こちゃっとちゃんで止められるんだったら、どうにかなりそう。あ、お、何それ、おお、でも食わせてやったぜ。早く水の中へ行かせるか。ガツガツダメージ与えてやるわ。さ、投げる準備しとかないとね。と思ったら新しい攻撃決まってきたよ。オッケー、はい、食わせた。ほい、あれ、あ、小じゃけちゃん避けられてもうたってか、俺が失敗した。さあ先生もうボロボロです。第2段階もこれで撃破できることでしょう。 OK、 また落ちてきた、懲らしめちゃえ。参考ナイスー、うん、まーって、怒ってる怒ってる。先生頑張るね。さあ本気で来るぞ。さあまずはさっきもやってきたあれだね。はい、ここ、おい、オッケーオッケー、まずは1回。さあこれもしかして初見クリアできるんじゃないですか。おい、あっと、こうした、これオッケー、成功成功。先生早水の中へ行かせるか。行っちまったぜ。え、それでいいの最後。さあ倒しきるだろう、これ倒しきらねえ。さあ今度こそこれ撃破だ。はい、ラスト、ファビュラス。ファビュラスって何。あんま苦労しなかったね、正直。楽しいボス戦ではあったけど。ほな、ここは引かせてもらいま、あって、あ吹っ飛んでった。なんか知らんけど、吹っ飛んでった。さあ、そして扉が開きました。飛びます。こいつは何ですか？とりあえず、いただけるものはいただきましょう。いただくぜ。あれ？はい、というわけで、クリアでーす。あ、それでも7分かかったんだ。単語ナイス。おじいちゃん見つからんけど、お宝集まってきたねって。この宝が結局何になるかだよね。あ、おじいちゃん。落とされたしーって。お、イチゴか。出口は見当たらんくてのーって。誰か来よる。誰だ。いかにもわしは当たり前じゃか。いいねって言われてる。クマさん、クマさん、え、あのクマさん紹介のクマさん、もう反応かくってのは悪いけど、え、クマさん嘘でしょ。ってことはさ、もう結構クリアしてる人多いと思うしさ、あの自分でやってきてもいろんな人の動画見てる人多いと思うから、みんな多分ラスボスとか知ってんと思うんだけどさ、クマさんなんですか、本当にクマさんなんですか、あのクマさんですか。なんかサモナイアンのやるになっちゃうな。いや、まだ目的とかも何もわかんないからね、なんとも言えないけどね。ってことで、次回、続きのサイトに入っていくか、サイト3がね、こんだけしかやってないんで、こっち側のね、別ステージ探すかして遊んでいきたいと思います。というわけで、またスプラトゥーン3も応援よろしくお願いします。では、ありがとうございました。高評価やチャンネル登録もよろしくね。